はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、札幌黒ラベルの、エクストラブリューブリュー、原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ、アルコール度数 5.5%。 こちら、ローソンの 6P 端末で交換してきました。麦芽とホップが 100%限定醸造です。生のうまさ実感。これなんだろう、エクストラブリューって。黒ラベルの新しいやつかな。黒ラベル新しくなったんかな。ちょっとわかんないんですけど。ちょっと飲んでみますか。黒ラベルはね、ボクチンが初めて生ビールというのを飲んだのが黒ラベルだったんです。っていうだけ。黒ラベルって非常に苦味がない初心者向けのビールなんです。というより女性向けっつうのかな。黒ラベルはね、本当にね、全然苦くないっていうのが、逆に俺がそのガキの頃っていうか二十歳になって初めて飲んだ生ビールっていうのが、いわゆる第三のビールとかじゃなくて、生ビールっていうのが、初めて飲んだのが黒ラベルだったんです。じゃあ乾杯。苦くない。うん。だからすっげえうまく感じましたね。こんな苦くないのって。癖もないし、すっげえ飲みやすい。うまいと思う。黒ラベル。確かに、全然苦くないんですよ。苦さの欠片もないっていうレベル。本当に。これも苦くないですね。これ何が黒ラベルと違う？アルコール度数か。アルコール度数が違うのか。何も書いてない。多分アルコール度数が 5.5% だから 0.5% 上なんだろうな。エクストラブリューってことは、何なんですかね。わからん。全然わからん。全然苦くないですね。で、炭酸の強さも全然強くないし、飲みやすい。これはやっぱり女性向けですか。札幌はやっぱ女性向けっすね。黒ラベルはほんと女性向け。うん。俺の母さんがね、よく好んで飲んでたんで、それで、二十歳になったからっつって、一緒に乾杯したんですけど、それまでね、普通に16歳とかで、第三のビール飲んでた人間ですから、僕がね、喉越し生とか、ほんと初期の頃の、喉越し生とかを、飲んでた人間ですかね。喉越し生とか、あと、なんだっけ。くっそまずいドラフト1とか。その頃はその2つか。あとなんかあったっけな。忘れましたけどね。普通に16歳ぐらいの時に、飲んでましたけど。それに比べると全然雑味がなくて、生ビールってうめえなって。第3のビールとは全然ちゃうな。思ったのが20歳の時。初めてこう、堂々と酒が飲めるっていう、ね。コンビニとかで、こそこそこう、出して、で、ね、16歳の時、俺が高校、あれ？高校1年か。高校1年の時ですよ。ね、こそこそやんなくていいっていうすっげえ快感でね。その前はね、もうこそこそやってましたから、ね。こそこそなんかバレるかどうかヒヤヒヤしてました、ね。でも、
なんかちょっと普通のプロラベルとか、ちょっと若干あれだな。やっぱ気持ちあれだな。0.5% 違うと結構違うんですよ、やっぱり。アルコール度数がね。やっぱ若干、こう、アルコール度数がちょっと出て、個人的に普通の黒ラベルの方が好きです。本当に黒ラベルは、俺の思い出の味ですね。うん。思い出の味。ちょっとつまみが欲しいな。今手元に全くつまみもクソもないんだけど。あるのがキャベツの、春キャベツ。春キャベツしかねえな。よく考えたら塩もねえんだよな。塩がね、ロフトの上に上がってんすよ。ロフトの上にどっかに上がってんだ。ロフトのね、どっかにあるんだわ。塩が二瓶もあるんすよ、俺。二瓶、それもったいなくてな。ちょっと使えねえんだけど。買おうかなと思ってるんですけど。塩買った方がいいか。だから、塩と胡椒と、キャベツあれば、あれだからな。簡単につまみできるぞ。うん。全部混ぜて、シャカシャカって炒めればできるで。うまいぞ、普通に。うん。前ニコニコ、昔ニコニコであった、なんか酒のつまみのやつで、あったけど、普通にうまいね。まあ、若干春キャベツは、水分が多いんで。うん。まあ、あれなんやけどね。ちょっとしなーっとする。のと、水気が結構出るっていう。まあでも、春キャベツっていうと、やっぱ、季節ものやっぱりね、重要ですよ。うん。季節の、いわゆる野菜っていうのは、栄養素が多く含まれているのと、あと、値段が安いっていうのがあるんで、やっぱ季節の、ものを、野菜は、食べていった方が、一人暮らしでは重要です。多分ね。で、誰かが言ってたのを聞いたことがある。なので、春キャベツとか、新玉ねぎとか、新玉ねぎそう。新玉ねぎは僕ちん食いましたけど、薄くスライスして、まあ、醤油とかで、薄くスライスして醤油で、ペペッと食うとうまい。全然辛くない。まあ、辛くない、うん。普通の玉ねぎ辛すぎて食えないんだけどね。新玉ねぎだと全然食えるっていう。で、近くにローソンストア100があるんで、100円で3個。こんぐらいのやつ。どんぐらい？こんぐらいの新玉ねぎ。まあ、ちょっとちっちゃめかな。ぐらいの、M サイズぐらいのやつが3個で100円で売ってたんで、売ってますんで、普通にそれ買って、薄くスライスして、まあ、あれだったら水につけて、水につけると辛味が飛びますけど、ただ、残念ながら栄養素も飛ぶんで、まあ、あんまりおすすめしませんけど、よく玉ねぎは、血液サラサラにするっていう成分があるっていう言いますけど、あれが飛ぶんですよ。水にさらすことによって飛ぶんです。辛味成分と一緒に飛んじゃうんで、できれば薄くスライスして、そのまま、塩とかで揉んでもいいし、塩揉みしてもいいし、塩振って、ババーって揉むと、水分が出るんで、それ水分を絞って、食ってもいいし、醤油でビビってかけてビビッと食えばうまいって。で、いい酒のつまみになります、本当に。いやー、本当にあれだね、一人暮らしっていいね。料理が簡単にできる。もうワンルームなんですけど、ここもうめっちゃ簡単にできるからね。
前の実家だと、お前、いちいちお前、下まで降りてきて、2階だったからね、部屋がね。下まで降りてきて、フライパン用意してさ、で、食材も用意して、で、しかもうちが農家だったから、例えばさ、ネギ買ってきたらさ、ネギうちにあるのになんか買ってきたんかいとかって言って、ババアとかが言うんすよ。いちいちうるせえんす。いちいちうるさいわって。で、いちいちこのね、他の目があるわけじゃん。他の家族の目があって、あれやった。ほんとあれやね。楽でいいわ。誰に邪魔されることもなく。料理、適当な、ね。まあ、つまみとかも作れるし。圧力鍋あるんで、いろいろカレーとかも作るし、カレーとか短期間で作れるし、短時間で、ね。作れたりするし、あと煮込み料理とかも作れますし。まあさっき言った、まあ、ね、簡単な料理とかも、ね、新玉ねぎとかね、ちゃちゃっと作って、まあ、ね、今後の酒の動画で、ね、つまみとしてこう、でーって出す。このもできるし。でかいよね。ほんと、新玉ねぎは今の時期だけだからね。さっさと、ほんとにうまい。まあ、新玉ねぎ非常に傷みやすいんで。ね、あれですけど、まあ、まあね、美味しいからね。新玉ねぎ、ね。甘いし、若干甘いし、ね、辛さもないし。酒飲むつまみとしては最高でしょ。で、酒の話に戻ると、札幌黒ラベルって結構、すげえ香りが強いんですよ。麦の香りがすげえ強いんだよ。そこも俺が好きなところなんですけど、うん、やっぱりちょっと、あれやな、香りも、なんか、アルコール度数、ちょっとあれやから、度数高いから、それのせいでちょっと、香りもちょっと、微妙になってる感じはあるね。むしろこれ劣化してるんじゃないか、完全にこれ。何がエクストラブリュー。普通の黒ラベルの方が全然美味しいっすね。まあ。まあね、結構ね、野菜とかもね、近くにほんと、ほんと近くにスーパーがあるんで、そこで野菜とか結構簡単に手に入るし、安く手に入る。うん。まあ、あれだね。つまみには困らんね。つまみには困らんな。今後、多分。つまみには困らん。だってお前、キャベツ180円ぐらいで売ってるやろ。一玉。結構キャベツってでかいから、量も多いんだよね。本当に5回分ぐらい、料理、焼きそば5回分ぐらいはあるわ。
5、6回分ぐらいある。ので、それを適当なつまみに塩振って胡椒かけて適当に炒めれば焼きそばとか作らないでもつまみにできるし、ほんと自炊はコスパ高えわ、マジで。まあ、あと炊飯器買ってだな。炊飯器買って、米だな。米はま、俺大阪時代に、大阪に住んでた時に、得た教訓として、3合炊きとかの、ちっちゃいやつ、一人暮らし用のやつは、あれは買わん方がいい。あれはね、買わん方がいいんですよ。なんでかっていうとね、基本的に一発でバカッとでっかく大量に炊いて、で、冷凍庫に保存するっていうのが、俺のやり方だったんで、電気代もありやし、ね。まあ、冷凍庫保存ですよ。ばっかり一気に、一升分ぐらい一気に炊いて、だから一升炊きぐらいの、でかい、やつ買おうかなと。炊飯器は、ね、めんどくさくないし、一発ででっかく炊けるから、めんどくさくないんですよ。で、電気代も節約できるでしょ。で、小分けにして、冷凍庫保存すると、結構はかどるんですよ。レンジでチンすれば、出来上がるから。でね、3合炊きとかのね、ちっちゃいやつでね、炊いちゃうとね、毎回炊かなきゃいけない。炊かなきゃいけないってことは、米を研がなきゃいけない。めんどくさい。な？めちゃくちゃめんどくさいよ。だからあんまりやらんほうがいいと。とは僕は思います。まあこれはまあ四つ星ぐらいでもいいけど、まあ3344です。ご視聴ありがとうございました。